英語では Go for it、 日本語では飛び込めっていうふうに自分で決めてるんですけど、きっといろんなところにまた今年も飛び込まなきゃいけない、こう腹をくくってこうやっぱ緊張しいなので、なんかなかなかこうビビっちゃってちょっとうまく踏み込めない時があるんですけど、そういう自分のなんか弱いところというか逃げたい気持ちは置いといて飛び込んじゃえっていう、人生一回なのでその失敗を恐れててずっとね、なんか先に行っちゃってもそれって後悔するだけだし、だから、うん、とりあえずこう頑張るぞっていう感じですね、はい、今年もきっといろいろあると思いますが、皆さんこう上を見て楽しいことを考えて、頑張るときは頑張って、自分の好きなことをどんどん追求して、強く自分を持って前を見て一緒に頑張っていきたいです。なので皆さん一緒に頑張りましょう。